中抜けできないぐらい釘付けにやっぱこうしてかなきゃいけないのかなって思うんだよね。ピオもやっぱね、こう中抜けできないようにね、釘付けにね、こうしてかなきゃなって思うんだよね。こう一生懸命こうなんていうか、こうね、こうこういう風にね、こうやっていかなきゃなって思うんだよね。こうやっぱなんかピオ兄ちゃんの配信は一瞬たりとも見逃せないみたいな、やっぱそういうね、こういう感じでやっていかなきゃなって思うんだよね。ピオはそう思うんだ。はい、じゃあみんな行きまーす。ハッピーターン準備できましたか？はい、じゃあ順番に吸っていくよ。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、みんな吸えましたね。じゃあ最後私がみたいな、そういう感じ。いえ、ハッピーターンですこれ。え、これはね、これこんなハッピーターンです。え、ちょっと舐めてみますか。ハッピーターンですよ。ハッピーターン舐めてください。ほらで、サラダ味ハッピーターンですね。おまわりさん、ハッピーターンの案件待ってます。私もリスナーもハッピーターン大好きです。お願いします。これ問題です。ハッピーターンを発売してるメーカーはどこでしょう？カルビー。ハッピーターン。え、ピオさ、あの絶叫マシーンとか乗った時にさ、あの落ちる時とかにさ、自分のよだれがさ、あの怖すぎてさ、あのファーって言って、あの宙に浮く瞬間とか見たことあるよ。ピオなんかもなんか、あの汁という汁全部出ちゃうんだけど怖いと。そう、ピオね、絶叫マシーンの落ちるのすごく苦手でね、あのね、隣のあの両脇の人のね、胸ぐらとか掴んでね、あの落ちる瞬間に自分が浮こうとしてね、うわーみたいな形でね、あの相手のあの両肩の両脇の人のおっぱいね、わしづかみしてね、あの自分が重力にね、あの逆らおうとしたことがある。ちなみにあれだからね、あの前の席の人たち外人さんだったんだけど、あのピオがね、ブワーってね、胃液張りにね、よだれ出してる時にね、あの前の外人さんたち「オーマイガー!」っつってて、ピオもその時なんか「乗らなきゃよかったー!」って叫んでて、なんかもうその後なんかピオが「おえおえ」って言ってて。そう、なんかもう「オーオーアメージングオンタカウグチカルカルカイノリアー!」っつって喋ってて、多分その人の後頭部はピオのよだれでぬれぬれだった。エリート VTuber やって。はい、じゃあ皆さん今からオスとメスのお話をします。おしべとめしべのお話ですね。はい、皆さん保健体育の、教科書を開いてください。はい、3ページ目から。はい、聞こえない、ちゃんと読んで、聞こえないよ。こんな感じ。綺麗な話題で提供して、綺麗な話題。あ、でもね、ピオ、あ、そうそう、ピオにね、病院行ったんですよ。具合悪いからね。それでね、あのボルデモードみたいな顔して行ったんだけどね、あの具合悪すぎて。でだけどね、突然なんかね、あのすれ違った男の人にね、突然なんかパンパンとか言って、なんかあの拝まれて、なんかありがとうって言われて、なんかピオが急に言うだから、ピオのメロンにね、あのなんか崇められて、ありがとうございますってお辞儀されて、斜め90度でちゃんと、ピオボルデモードみたいな顔だったのに。頑張って生きてます。はい、得意なことは家庭菜園と料理を作ることとお花を咲かせることです。よろしくお願いします。逃げた方がいいのか、なんで、なんで逃げて、なんで、なんで、なんで、ピオ無
の害だよ。だってピオ攻撃性が全くないしさ、だってそもそも VTuber に役に立つ特技全くないんだよ。やばくない？だってさ、お花を育てることと家庭菜園と料理をすることしか脳がないんだよ。あとは絶叫系苦手だから怖くてよだれが出ちゃうんだよ。そうだよ、それなのになんで逃げる必要があるの？教えて。